はい、どうも皆さんこんにちは。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。で、デッキ紹介すげえお久しぶりなんですよね。ちょっとね、ロマンティスト、デュエルリンクスが切ってるロマンティストであるちょっとゴローとね、ロマン対決ずっとしてたんでデッキ紹介ちょっと久しぶりになるんですが、今回のデッキはこちらです。セカン一斉攻撃空を制する者、こちらでやっていきたいと思います。で、飛行機デッキです。いわゆる脳筋飛行機デッキ、こちらになっております。で、スキルはですね、バンデットキルさんの、シークレットドローですね。シークレットドロー、自分のライフポイントが1500減るごとにセブンカードリストバンドに仕込んでいるという、あの噂のセブンカード1枚を手札に加えて、で、このセブンカードっていうのは機械族にしか装備できないんですけど、攻撃力か守備力どっちかを7ライフポイントアップできるという装備カードになっております。で、これで何の攻撃力を上げていくかというと、ビクトリーバイバー WX03 もしくはロードブリティッシュ、こちらですこの人たちめっちゃ強いです。ハマればね。ビクトリーバイパーの効果3つあります。説明していきましょう。このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊したときに、以下の中から1つ選んで選択できますよ。で、それが3つあります。1つ目、このカードの攻撃力は400ポイントアップする。2つ目、フィールド上の表側表示の魔法トラップカード1枚を選択して破壊する。これ例えばフィールド魔法とかね、狩り場とか、あと強欲のかけらとかでもいいですし、あの辺破壊できますね。で、3つ目、常にこのカードと同じ種族属性レベル攻撃力守備力のオプショントークン、こちら言ったよ、自分フィールド上に特殊召喚すると。オプショントークンは必ずビクトリーバイバーと同じ攻撃力守備力になりますから、これをねキーポイントとして使っていく感じですね。で、もう一個ね、ロードブリティッシュ、飛行機丸に、このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊したときに、また以下の効果から1つ選択して発動すると。で、3つあります。1つ目、このカードはもう一度だけ続けて攻撃ができる。2つ目、フィールド上にセットされたカード1枚を選択して破壊する。3つ目、自分フィールド上にマルチプルトークン1体を特殊召喚すると。これ基本的にはですね、ロードブリティッシュはこのね1番か2番の効果ですね。このカードはもう一度続けて攻撃できるっていうのと、フィールド上にセットされたカードは選択して破壊するっていうこと、どっちかの効果を使っていくような感じになるかなと思います。ロードブリティッシュと、ビクトリーパイパーの違いは、ビクトリーパイパーはフィールド上の表側表示、セットじゃないんですね、表側表示の魔法トラップなんですけど、こっちはセットしたカードなんで、裏側ですね、のカードを破壊していくような感じになりますね。で、飛行機、丸さん、セカンドブースター、ブースターがめちゃめちゃ強いです、これ。これ、皆さん、使ったことあります？これ、使った人あんま見たことないんですけど、このカードをリリースして自分フィールド上の攻撃表示モンスター1体を選択して発動できると。選択したモンスターの攻撃力はターン終了時まで1500アップするっていう、1500ですよ、めちゃめちゃでかいじゃないですか。これをねリリースしてビクトリーバイパーもしくはロードブリティッシュの攻撃力を爆上げして攻撃していく、それで脳筋デッキになっております。で、一応シークレットドロー使いたいので、アマゾネスの鎖使いは一応2枚入れてるのと、あと、財布コスト0発動して銀幕のミラーボールですね。これを3枚ぶち込んでおります。で、キーカードね、もう一回これですね、粘着落とし穴、これはね、戦闘破壊するのにすごく相性がいいというか、相手がモンスターの召喚判定召喚特殊召喚に成功した時に、そのモンスターの元々の攻撃力が半分になるので、要は銀幕みたいなもんなんですけど、相手のモンスターの攻撃を永続的に半分にすることによって、ビクトリーバイパーとかあとロードブリティッシュでも殴り勝てるようになります。で、あとキーカードね、これパワーカプセル、これビクトリーバイパーの効果、こいつ3つあったじゃないですか、その効果の中から1つを選択して発動できますよという、魔法カードになってますね。で、もう1個フォース、これがねハマるとね、異常な攻撃力を叩き出します、どういうことかっていうと、ビクトリーバイパーってオプション召喚した時に必ずオプションはビクトリーバイパーと同じ攻撃力守備力になるんですよ。っていうことは、オプションからフォースで、ビクトリーバイパーに移動したとしてもオプションの攻撃力は下がりません、むしろ上がる、ビクトリーバイパーと同じになるから。これね、実際ねバトル見ていただいた方が分かりやすいかと思いますので、早速ね脳筋バトルもうバカが殴りまくるという脳筋バトルね、早速ご覧いただければと思いますので、早速デュエルやっていきましょう、どうぞ。さあ、ツイッターで集まっていただきました、視聴者の方々とデュエルルームで現在戦っております。いきましょう、これ一旦アマゾネスセットして、これターンエンドですね。で、これ破壊してくれれば、シークレットゾロ使えますしね。
次ね、ロードブルディッシュいけんでる。あ、セットね。はいはい、了解です。ドローブルディッシュ。あ、どうしよっかな。まあ、ビクトリーバイバーいないんですけど、とりあえずロードブルディッシュで殴りに行きますか、シンプルに。ちょっと一回様子見で殴ってみましょう。これなんだろう。通る。あー、なるほど。召喚士。とりあえずですね、ここは一旦、そうだな、トークン出しとくか、一応。これトークンでもう一回殴りましょうか。で、召喚士でサーチしてくるのは何かというところなんですが、おっと、ブルーアイズ。城の内でブルーアイズか。あ、まあ、ダイスかな。で、これ一旦ちょっと攻撃します。はい。で、ターンエンドですね。火力が、飛行機くんたち異常に火力が低いので、これでトラップカードとかがないと非常にきついです。カイバーマン来たー。すえー、出てきたー、ブルーアイズ。これなかなか辛いですね。これなかなか辛い。これやられる。うん、なるほど。で、ドロー、フォース、オッケー。で、シークレットドローだ。いくぞ。で、ここでですね、これはロードブリティッシュ、あ、どうしよっかな、生ドレス行こうか。どうしよっかな、ちょっとビクトリーバイバー使いたいんだよな。ちょっといいや、トークンに、トークンにつけようかな。難しい。セカンドブースターやって、でセカンドブースター効果発動しましょう。で、これでオプショナルトークの攻撃を上げる。で、セブンカード、これで一応突破できはするな。これ取るかな、攻撃力で。一応フォースしましょうね。フォースして1500にして、これでどっちでもいける。アマゾンの鎖使いでもいい。バトルゴー。取るか、これ取ったら勝ちだぞ。あー、クリボールね、オッケー。で、ボール投げられる。しょうがないから、これこれアタックします。オッケー。ティックサイズから効果発動で、難しいな、これ。あー、カイバーマンでもいいけどな。カイバーマンもらったところだなって感じなんだよな。召喚士に行くか。カイバーマンでもいいかもしんないけど、まあいいや。これターンエンドで、これ殴られて多分これ殺されるでしょ。これ普通に殴られても、これトラップカードがね、トラップカードがないとこれ結構辛い動きですね。あ、また召喚士行く。はい、きついな、これ。カイバーマン待っとけよかったな。で、ドロー、パワーカプセル。これスキル発動ですね。スキル発動で、ブリティッシュ行って、で、一応セブンカード装備する、装備する。ただこれ殴っちゃうとついたブルーアイズ出てくるんで、ちょっと一旦これターエンドしかねえな、これ。じゃあセットしといて、セットしといて、ブラフでね。で、これでちょっとターエンドしかないな、これ。ターンエンドしかない。いや、ちょっとカイバーマン奪っとけばよかったな。ちょっとプレミした。これカイバーマンだったら怖くなかったんだけどな。はい、守備表示、なるほど。で、ドロー来い。よし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 、いける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 。これビクトリー行く。で、これはですね、パワーカプセル使います。で、これでこのターンで勝てないとダメだから、絶対あブルーアイズ出てくるから、これ攻撃力アップでしょ。で、パワーカプセルで、これもう一回攻撃力上げていいよな。テント破壊で、そうだな、攻撃力上げる。で、バトル、ちょっと待てよ。焦るな焦るな焦るな。ロードブリティッシュで、もう一度続けて攻撃できるから、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、難しいぞ難しいぞ。やばい、頭パンクそうだ、やばいぞ。頭パンクそうだ、ちょっと待ってくれ。これいけるだろう。まずロードブリティッシュでもう一度続けて攻撃できるから、これブリってこれで殴るでしょ。で、これでもう一回効果でオプショナルトークンを出していいんだよな。これ意味ないから、これオプショナルトークン出す。
で、まあまあ、サーチしますね。サーチされる。サーチされるけど、で、次、ロードブルティッシュであいつ殴って、で、あいつ、多分なんか、鎖使いかなんかだから。おそらく。で、これで出す。で、これで、よし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 。で、これで効果発動。で、もう一回殴れる。よし、いけ。よっしゃ、前回一斉攻撃だ。いけ、ダイレクトノック。そして、ダイレクトノック。よっしゃ、危ね。いや、かなりギリギリ。ちょっとね、会話も待っとけよかったけど。まあまあまあ、勝ったんでいいでしょう。さあ、2戦目。お相手の方、表じゃない、裏遊戯くんですね。よろしくお願いします。これはまあまあまあ、いい感じですね。トラップカードがこれだけ手札にあって、モンスターが1体ぐらいいれば、まあなんとか、なるかなと、思いますけど、ターンエンド、なるほど。で、ドロー。あと、ブースターも来る。いいよ。で、粘着いく。で、銀幕いく。で、モンスター相手いないので、とりあえずロードブルディッシュ行きましょう。で、バトルだ。いけ。よし、おる。おっと、リンゴか。あ、リンゴだな。リンゴ。これ、1200 、これ、リンゴ使われるときついな。ターンエンド。こっちのね、あの、アタックはですね、1200なんですよ、基本的には。基本的には1200なんです。基本は1200、ターン終了、はい。で、ドローする。ブースター来る。ブースター来るんだったら、これ行こうか。ブースター行きます。で、ブースター効果ぞ。よし、いいぞ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 。いいぞ。ブリティッシュだ。よし、2700だ。バトルだ。いけ。ダメですよ、ファイル。よし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 。で、モンスター効果発動。ここはですね、セットカード一番破壊しよっかな。セットカード破壊しよう。ちょっと怖え。まあ、もう一回ね、攻撃もパターンありますけど、おそらくね、相手に良かったってね、あー、なるほど。カンパ、このブルーアイズかな、また。これ多分ですね、ディスティルドローだと思うんですよ。多分。なので、とりあえずセット破壊してターン終了。なるほど。なるほど、なるほど。で、ドロー。ビクトルババ来る。いいぞ。いけ、ダブル XO3 だっけ ?03。で、これでバトル。でもシンプルに、ここは普通に殴りに行こう。銀ばかりだからなんとかなる。粘着もあるし。よし。OKOKOK。で、ターンエンドだ。いいぞ。でただね、カンパ1枚あったから、あのセットカードもカンパだったら、まあ、ディスティニードローですよね、もちろん。それはドローはディスティニードローだわ。運命のドロー。さあ、何を引いていく。さあ、こっちはもう戦闘機が2体揃ってるぞ、最強の。最強の戦闘機が。やばい、カイバーマンだ、やばい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 。やばいやばいやばい。ちょっと2戦続けてブルーアイズになってる。やばいやばいやばい。ですね、どうしよう。ここで粘着。これ粘着するしかない。これをカンパ着せるぞ。いける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 。これいける。で、バトル。バトルは銀幕。さあ、カンパやめて。カンパやめて、カンパやめて。カンパか、くそビクトリーバイパーが、あ、俺のビクトリーバイパーが、くそったね。いや、大丈夫だ。セカンドブースターがある俺には。ドローだ。よし、いいぞ、いいぞ、いいぞ。行くぞ。セカンドブースターだ。行け。セカンドブースター効果発動。よし。攻撃力爆上げだ。そして、粘着セット。バトル、ゴー。よし。もう一度攻撃だ。行け。ゴー。取るか。よし。いや、このね、戦闘機くんたち、なかなか強いんですよね。で、ハマれば。はい、次行きましょう。さあ、これはハーピーの狩り場か。なかなかのこのガチデッキじゃないか。やるじゃないか。狩り場ですね。了解です。これはなるほど。狩り場はですね、あのパワーカプセルとかあると速攻破壊できるんですけどね、ビクトリーバイパーと。で、これ大変ですね。一旦ちょっとあのセブンカードの位置まで持ってきましょう。多分これ攻撃してきてくれるでしょ、おそらく。またダックとかあたりで。あ、ビーンズね。オッケーオッケー。なるほど。で、これでも1750もらいましょう。オッケー。で、これドローしましょう。で、粘着。なるほど。で、スキル発動。シークレットドローだ。で、粘着セットからの、ロードブリティッシュ。で、
とこれ難しいんですけど、これちょっとセブンカードつけてみようか。セブンカードつけよう。で、銀幕ちょっと嫌なのでフォークスしましょう。2枚ありますから、まあ1枚ぐらい使ってもいいでしょう。で、上げていく。で、フォースしていく。いいぞ。まあ本当はね、こういうフォースの使い方はちょっとあれなんですけど、もったいないんですけどね。で、これで上げていく。さあ、脳機で殴っていくぞ。バトルだ。いけ、通るか。これは、これは通らない。なるほど。で、これタイムですね。これはきついぞ。まあちょっと板が使わせました、一応ね。ただこれハーピー出てきて割られるスタイルか、これ。もうハーピーいない、まだ。これまでいいや。じゃあ一旦粘着しないで、で、これで1800もらいに行こう。よし、オッケー。で、これで、セブンカードだ。オッケーオッケーオッケー、いいぞ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 、いいぞ、ドロー。ビクトリーバイバー来る。ビクトリーバイバーの話早いな。シークレットドロー。行くぜ。で、ビクトリーバイバー、攻撃表示者将軍。セブンカードだ。行くぞ。攻撃力爆上げだ。そして、フォースだ。で、ですね、こっちの攻撃力上げて、こっちもらいます。で、バトルだ。いけ、よし、通る。オッケー。ってことはオプショナルトークンも召喚しよう。いくぞ。2800のオプショナルトークン、あ、そうか、バードフェイスの効果ね、先にね。はいはいはい、オッケー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 、すいませんでした。ハーピーをサーチされる。なるほど、そのとそこであれだな、粘着だな。で、これは生きるだろ。あ、ターンしろじゃない、間違えた、危ない危ない。で、これでドガン。よしよしよし、いいぞ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 。で、ターンエンドだ。いいぞ。で、これ多分ハーピー出してくんだろ、おそらく。こうハーピー出してくるよね、多分。で、セブンカードは出てくるかるよね、普通は。普通だったら、悩んでる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 。ちなみにね、これね、オプショナルトークンからね、フォースでビクトリーに移動すると、ビクトリーとあのオプションどっちも攻撃力上がります。はい、それ破壊される。粘着していく。これ粘着破壊してほしかったら、まあまあ無理ですけど、はい、これ突破できない。で、カードセットする。なるほど、セットカード怖いぞ。で、ターンエンドか。ドローだ。アマゾネス、アマゾネス行きますか。アマゾネス、いやー、ちょっと飛行機並べたいっていうのあるけど、一応ちょっとアマゾネス飛行機行くか。飛行機行こう。飛行機行くか。ドロー、バトルだ、行こう。これトークンから行こう。はい、あ、そう、通る、通っていく。行くぜ。そしたら俺様が言ってた、運が悪かったなと、ちょっと煽っていく。よし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 。いや、なかなか強いですよね、飛行機ね、意外と。はい、いかがだったでしょうか。もしね、動画気に入っていただけましたら、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。コメントもガンガンしちゃっていただければ、できる限り返していきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。それからですね、ぜひツイッターなんかで共有していただければとてもありがたいかなというふうに思いますので、ぜひそちらもよろしくお願いします。動画の最新情報だとか、あとデッキレシピなんかをね、ツイッターでどんどん発信していますので、ぜひフォローしていただければというふうに思います。では、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。